皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん、お便りまたもやありがとうね。とっても嬉しきかなですから、はい、ありがとうございます。今回は前回よりっていう言い方はちょっと違いますよね。今回は前回とのこのお便りをくださる間が狭まってますよね。ありがたいことですよ。そして本日のその気になるお一言ですが、じゃん、うわ、おはぎさん間違ってますから、これをどうやって皆様に簡単にご説明しましょうかね。これはですね、そうなんですよ、僕と白いキャラクターとがおはぎさんの中でもうごちゃ混ぜになっちゃってるんですよね。あれ、どっちがどっちだったかなとか、どっちがどっちだったっけなぐらいの、はい、もうわからなくなっちゃってるんですよ。こっちが僕で、あれ、あっちが白いあいつかなみたいに、そんな風になっちゃってるんです。はい、ですから僕は改めて僕だということをこういう風にはっきりと言いたいのですけれども、いただいたお一言にその言葉が含まれてますので、はっきりと言えないんですよね、言いたくても。ただ僕はふと思ったんですよ。よく考えてみますと、僕はこれでもいいかなって思ってるんです。はい、むしろ僕この名前ちょっと気に入ってはいないんですよね、正直言いまして。この名前、僕のこの名前、はい、だってネガティブじゃないですか。やっぱりもうちょっといろいろな方に愛されるような、そんな名前になりたいんですよ。ですから本当は気に入ってないので、ゆくゆくは作者さんに変えてくださいって言いたいんですよね。でも今言ったとしても、僕のこの人気の感じではやっぱりちょっと強く言えないじゃないですか。大人気になってからでしたら強く作者さんにも言えるので、皆さんにどうか僕へ力を分けていただきたいのです。皆さんの力をどうか僕にください。僕を大人気にして、そして作者さんに物言える僕にしてやってください。よろしくお願いしますよ。はい、そこで初めて作者さんに僕の名前を変えてくださいって改めて言いますから。ですから僕を大人気にまずすることから皆さんのお力にかかってます。よろしくお願いしましたよ。ということでして、僕は実はこういう名前もちょっと望んでいるということも含めまして、このおはぎさんからのお言葉言いたいと思います。では行きますよ。おはぎさんからの一言どうぞ。名もなきリス、引きこもクマ。